らに贈られる、正力松太郎賞の選考委員会が7日、都内のホテルで開かれ、ドジャース、大谷翔平投手が特別賞を受賞した。2年連続3度目、特別賞には賞金300万円とメダルが贈呈される。大谷は NPB を通して、昨年に引き続き3度目の正力松太郎賞の特別賞を受賞できて嬉しく思います。今シーズンは移籍初年度でしたが、 家族、首脳陣、選手、スタッフの皆さんはじめ多くの関係者に支えられて、チームとしてはワールドチャンピオン、個人としても1年間試合に出続けて成績を残すことができました。来シーズンは開幕戦が東京ドームで行われ、久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできるのを楽しみにしています、とコメントを寄せた。大谷はメジャー7年目でドジャース1年目の今季。 史上初の50本塁打、50盗塁を達成し、2年連続で本塁打王を獲得するなどキャリアハイの成績を残し、自身初のワールドシリーズ優勝も経験。その頑張りが評価されて受賞となった、選考委員の王貞治氏、ソフトバンク球団会長は、ファンの期待に応えるというのではなく、期待を超える活躍をすると感嘆した。大谷は21年、 23年に続いて3度目の特別賞受賞となるが、同賞の内規にはプロ野球セ・リーグ、パ・リーグの両リ,リーグの競技者を対象に、とあることから、王氏は特別賞という形が現状では最適だろう、と説明した。